はい、ゆっきーでーす。今日はですね、カマキリくんの、交尾を、というかペアリングですね。まあ、ペアリング。まあ、交尾をね、見てみたいので、こちらに、ね、俺が今まで飼っていた、メスだと思っていた、メスだと思っていた、腹広カマキリなんですが、これがですね、まあ、明らかにね、ちっちゃいんですよ。で、お尻を見ても、ちょっと、難しいんです。ちっちゃいので。ちっちゃいので、よくわからないんです。うん。で、いろいろ画像とか見たんですけど、ちょっとわからないということで、実験でですね、こいつがオスの可能性があるので、メスがね、メスと、まあ、カップリング、ペアリングをね、したらどうなるかと。まあ、両方メスだったら、まあ、それで終わりなんですけど。まあ、実験でね、実験で、メス、こちらがメスです。こちらの方がはるかにでかいですね。で、こいつとね、まあ、ペアリング。こっちが多分オス。おそらく、オスなんではないかと。で、ちょっとわかんないんですけど。実際のところどっちもメスな可能性はあるんです。確かに、うん、ただこの ちっちゃい方のあのカマキリはですね、ほとんど食べなくてですね、あんまり食わないんですよ。でこいつらを対面させたらどうなるかということで、まあ、食われそうになったらちょっと妨害すればなんとかなるんではないか思いました。どうなるか、まあ、やってみてどうなるかですね。意外と両方メスじゃなくてこっちがオスの可能性がある、うん、下手したら食べられちゃうんですけど、どうなるのか。で、食べられたらまずいんで、この大きい方、このメスのカマキリ、腹広カマキリくんをですね、に餌を、餌付けをさせつつ、やろうかなと今思ったんですけど、このような状況です。なんかね、右のオスはね、なんかね、オスかな。すごい今、ブルブルってしてましたね。本当に、あ、ほら、見た今。すごいブルブルするんですよ。これ、俺が手が触れてるだけなんですけど。今、さっき触れたよ。これ。ブルブルブルってした。これ、やっぱ、オスなんじゃない？こっち。ほら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 。これ見たことない。これオスだ、やっぱり。これはあれだ、コービーの瞬間が見れるかも。ほら、すっごい震えてる。で、野生のだと、まあ、野生の場合、まあ、よく、メスのカマキリに、食べられてしまう、オスはね、食べられてしまうという話をよく聞くんですが、飼育下ではどうなるのかっていうのは知らないです。すごいすごい。これは必見ですよ。多分やっぱオスなんじゃねえ？ちっちゃいから。明らかに体がちっちゃいんですよ。で、ほら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 、震えた。すごい。交尾のあれ始まったんじゃん。左のメスはですね、知らん方を向いてます。ほら、ふるふるふるって。これは来たか？左のメスは全く見ておりません。あらぬ方向も向いてますね。なんで見えないんだろう。よくわかんないです。ほらほらほら。すっごい、オスかわかんないけど、すっごい震えてる。
まあ、両方とも腹広カマキリっていうのはほぼ間違いないんですけど、オスかメスかっていうのは結構難しいんですね。うん。ぶっちゃけよくわかんないです。で、オスが今右で、メスにね、悟られないように、動いております。でもちゃんと動いてるはずなのに、なんでメスはあれ見ないんだろう。わかんない。なんか、正面向いてますね、メスは。正面向いてます。なんでだ。ほら、震えた震えた震えた。すっごい、これ見たことないですよ、今まで。これやっぱりオスだったんじゃない？やっぱり。カメラを近づけます。交尾の瞬間が間近で見えるかも。最近 YouTube のね、動画でね、なんかね、交尾をさせてみたみたいな動画が あったんですよ。で、まあ僕もカマキリの交尾は見たことないんで、ああ、メスはなんか左の方向へ行こうとしてますね。全くオスには感づいていないようです。どう見ても感づいてる。だって動いてるじゃん。ブルブルブルって。ブルブルブルって動いてるのに、なんでか知らん顔してますね。なんででしょう。なんかあれなのかな。わかんないけど。なんかあれなのかな。フェロモンとか、やっぱオスってやっぱメスが近くにいるとフェロモンを感じるんでしょうかね。やっぱそれであれなんでしょうか。あ、後ろ向きました。完全に。完全に後ろ向きましたよ。背後取ったぞ。やっぱメス、オスはメスだってわかるんですね。フェロモンか何かで。ちょっとわかんないですけど。やっぱ昆虫ってすごいですよね。見た目で、人間が見た目で、よくわかんないのに、しっかり、何か感じ取って、ね、敵じゃなくて、メスだっていう。普通だったら食べられます。食べられちゃうじゃないですか。もし、似たようなね、バッタとかだったら、ちゃんと襲って食べるじゃないですか。メスは全然食べないのか何なのかわかりませんけど、オスが、これがオスなのかも、ちょっとわかってない。震えてます。これ結構時間かかるんじゃない？ほら、すっごい震えてる、今。震えたっしょ。こんな動き、俺、初めて見ましたよ、今日。確かにね、オスの方が明らかにね、ちっちゃいんだ。一回りぐらいちっちゃいんですよ。でもね、ちっちゃいメスもいるんですよね。実際のところ。小さいメスもいるんですけど、体調を測ったんですけど、この程度のメスもいるらしいですからね。よくわからないです。震えるのもすごい。これはほぼ間違いないオスだ。これこんな動き俺初めて見た。なんかあれなのかな、カマキリのメスに悟られない何かホルモンでも出してんだ。わかんない。ホルモンじゃねえや、フェロモン。ホルモンはあれだ、ホルモン焼きのホルモン。フェロモンを出してるんじゃない？逆フェロモンみたいな。
完全にその匂いを消すみたいな。よくわかんないけど。でもカマキリって大体匂いとかじゃなくて、目で見てあれするんじゃないかな。以前見た、さっき言った交尾の瞬間のね、をね、撮影してみたみたいな動画のところ見ましたけど、いきなりね、オスがね、メスにこう飛びかかって、ビャッって言って、すごい高速で、飛びかかって、背中を取って、で、交尾してたんですよ。これちょっと長くなりそうだな、これ。確実に。ケツを出しました。ケツをですね、曲げました。あ、うんこした。おい、うんこしやがった。俺のキーボードのところにうんこしやがった。なんかケツがこう羽横に曲げるんですよね。うんこするときケツをこうブニューって曲げるんです。すごいよね。ほら、俺のキーボードをうんこされたんだけど。でもね、交尾もね、ケツをね、曲げてするんですよね、オスはね。こういう状況。これは難しい。これちょっとしばらく様子を見ないと。カメラがボケてるのはあれですね。オートフォーカスがないからです。このウェブカメラがね。オートフォーカスがないんです。でもちょっとずつ近づいてるような気はするんだけど、どうなんだろう。乗りました。やっぱオスだったんだ、こいつ。でですね、乗ったは乗ったですね。ジャンプして乗りました。やっぱこいつオスだったんだ。明らかにこう、やっぱ細いんだもんね。腹がさ、腹部が細いんですよ。ちょっと見えづらいぞ。乗ったは乗りました。これはオスです。確定で多分オスです。で、腹部をこうブニューンって曲げるんですよね。で、メスは、乗られたことに気づいてんのか、こいつ。これ気づいてんの？なんか気づいてないパターン。気づいていない臭い。気づいてない臭いですね。うわ、カメラぼやけるなぁ、これ。ものすごいぼやけるんです。
両方硬直してます。腹もね、特に変化ないですね。ちなみにこの腹ビロカマキリくん2匹はですね、俺のアパートの、廊下にね、いました。いつだったかな ?8 月ぐらい。偶然、廊下に、いたんで、お、ラッキーみたいな。2匹とも廊下にいたんですよ。別の、それぞれ別の日ですけど、別の日に。乗ったは乗ってるんだけど、特に変化ないですね。ケツをぐにーっと曲げるってこともあんまりない。あ、なんかオスのケツがなんか動き始めました。カメラでは多分ぼやけてよくわかんないと。オスのケツの先っちょがなんか動き始めましたよ。あ、あー来た。あー、なんか出てきた、なんか出てきた、なんか、うわ、すごい、あー、すごい、なんか、あー、まき、あー、いくー、刺さりました今。オスのケツがぐにーっと曲がりまして、メスのケツの穴に今何かを注入しております。これは間違いない。これ交尾ですね。あ、すっげえ。これオスのケツがですね、右にグニーっと曲がってですね、でメスのケツの中に入ってます。はい、入って注入しております。すごいすごい、なんかメスのケツがなんか開きましたね。で、メスは何にも気づいていないように普通になんか登ろうとしております。すごい。やっぱこいつオスだったんだ。ずーっとオスかメスかよくわからんから。オスなんかな?でもちっちゃいメスもいるしなぁとか思いながら。おぉ!おぉ、メスは、パソコンを登り始めました。パソコンをですね、登り始めましたよ、これ。うなクールの、うなこがクールの、お?まだケツに入っております。まだおケツの中に、刺しております。カマキリはね、無精卵をね産むんですよ。交尾してないと。交尾してなくても卵は産むんですけど、無精卵なんです。去年捕まえたカマキリがですね、6個ぐらい卵を産んだんですけど、全然孵化しなくてですね、これは無精卵だということになりました、ね、おそらく無精卵なんですよ。交尾させてないから、うん、まあ野生で捕まえてきて、もしかしたらワンチャンその交尾してる可能性があるっていうパターンはあるんですけど、まだケツは刺さったまま。お、メスは全く何も気づいておりません。何もですね、いや何にも乗ってないですよみたいな。いや何にも乗ってないですよ、体重くないですよみたいな。さて、パソコン登るか、みたいな。今、パソコンを登ろうとしてますけど、
硬直しております。これはすごい。まあ、個人的に言うとオオカマキリが好きなんですけど、ハラビロカマキリちょっとちっちゃいんであんまり好きじゃないんですけど、まああんまりっていうか、うん、個人的にはですけど、オオカマキリの方が好きなんですけど、うん、いないんで、探してもいないんで、もう諦めましたね。今日もちょっと探しに行ったんですけど、公園に探しに行ったんですけど、いなかったです。まあ、冬になってね、完全にほら、緑が結局保護色になるから、保護色になるから、いても見分けがつかないんですよ。だから冬になるまで待って、でだいたい草木がこう枯れてくるじゃないですか。そうなったら卵をね、野生のね、そこら辺で卵を取って、来年にそれを孵化させるっていうね、そうやった方が簡単かもしれないです。であとは裏技ですけど、ヤフーオークションにもカマキリ売ってますんで、カマキリの卵がね、それでも手に入らなかった場合、ヤフオクでカマキリの卵売る人いますから、1個100円ぐらいで売る人が現れますんで、多分今ももう現れてるかもしれない。もしくは、カマキリを、成虫をね、売ってる人もいるんですよ。俺、去年買いましたからね。700円ぐらいでオオカマキリ買いましたね。ヤフオクで。ヤフオクでね、オオカマキリ買ったんですよ。ヤフオクは、昆虫とかは、売っても大丈夫。あと、魚も大丈夫なんだったっけな。どうやったっけ。爬虫類はダメで、確か両生類が OK。あ、両生類 OK だったっけ。哺乳類はダメです。だから、魚類なら多分 OK。魚と両生類、まあ、カエルとかですね。カエルとかイモリとか。は OK。虫も OK なんで。まだ刺さっております。うなこはクールにね、登ろうとしてます。まあ、多分、やっぱり野生の、なんか、ね、メスはオスをね、交尾するときに交尾し終わった後に食べられるっていう、そういう噂が流れてますけど、あれは多分嘘だと思ってますね。おそらく嘘です。あれは出まかせですね。ほとんどの場合、そういうことはないんじゃないか。今の、交尾した状況を見ると、明らかに、気づいていない。眼中に入ってるはずなのに気づかないんですね。オスがなぜか気づいてないんで、ちょっとわからないですけど。ね。オスが背中に乗っても気づいてないですから。全く気づいてないですね、この子。で、最終的に逃げるらしいです。交尾が終わったらパッと離れるらしいですね、オスは。オスはパッと離れるらしいです。だから、よっぽどのバカなオスじゃない限り、食われはしないんではないか。はい、ヘッドホンじゃないや、スピーカー登ってますね。スピーカーを登り始めました。今のところ、まだ刺さっている状況ですね。ケツの穴に、あれが刺さっている状況です。これを言うとあれだな。すぐ YouTube バンにしてくるから、ちょっとめんどくさい。マジでめんどくさい。おんぶバッタみたいに仲いいですね。
仲がいいというか、あのメスが気づいてないだけなんでしょうけど、あのオンブバッターもあのメスが下でオスが上になって、あのよく飛んでるのを見ますけれども、気づいてないですね、明らかにね。スピーカーの、あの頂上にね登りました。さてどうするべ、どうすっぺよ、どうするべ。まだ刺さっております。まだ、まだ刺さっております。メスがこっちを見ました。こっちを見ました。ガン見です。すげえ、メスのあの腹が裂けてんだよ。あの横に、違う、縦に裂けてんのか。縦にグパーってさ、裂けたみたいになってて、その中にオスのケツが入ってますね。これ肉眼でしか捉えられない、肉眼でしか捉えられないんですよ、これ。貴重な映像ではないですけど、貴重な映像かもしれないけど、貴重な映像、貴重な映像なのこれ。まあ俺は、あの俺初めて見ましたね。人生で初めてカマキリの交尾を目の当たりにした。ちょっとビタミン C 邪魔だよ、ビタミン C 邪魔だよ。ギャバの上に乗っかった。ギャバ。そして次亜鉛に行くか、亜鉛に行くか、亜鉛に。どうしよっかな。お、あとあのチョコラ BB がある、チョコラ BB にしよっかなみたいな。いやもう俺勢力有り余ってから亜鉛取っとかねえとやべえわ。毎日ちょっと、毎日するんでちょっと亜鉛取っとかないとやべえわ。お？メスが後ろを振り返ったような気がしたが、いや気づかれていない。オスは気づかれていない。メスは全く気づかないのか、もしくは何か気づかれない何かがあるのか。虫の、あのカマキリにはあの背中に、オスが背中に乗ってて気づかないような何かが、弱点みたいなのがあるのか。弱点というかそのね、俺らは知らないけど、虫の中ではね、カマキリの中ではこれ常識ですよみたいな。いや常識っすよ。メスの上取ればあの全く気づかれないですから。おっと、亜鉛に向かった。薬の森を駆け抜ける。薬のというかサプリメント。おっと、オスはまだしっかり捕まっている。おっと、次はハイチオールシーがあるぞ、ハイチオールシーが。おお、こっちにはスーパーフィッシュオイルもある。そしてあの、あれもあるの。ネイチャーメイドのあの、マルチビタミン&ミネラルもあるぞ。そっちに。そっちにはあれね、あるぞ。おい、そっち崖だぞ、それ。左じゃね、右逆だ、あ、それ崖だぞ。おぉ、こっちを向いた。カメラ目線来た。おっと。慎重に。進んでいく。メスは羽が、あの体が重いせいでほとんど飛ばない。オスは結構飛ぶんだけどな。メスって体重が重いからかわかんないけど、飛ぶの下手くそなんだ。まともに飛ばないんだ。しかも飛ぶは今現在上にね、オスが乗っているので飛べないんではないか。わかりません。まだケツの穴に刺さっている。俺はすごい、前代未聞の
交尾をするやつを弛緩するユッキーです。次はどこに行くんだ。逃げるところまで見たいね。逃げるところまで。オスがピャッて離れるのらしいんですけど、噂によると交尾が終わったらすぐにピャッと離れるらしいですからね。そこまでをちょっと見ておきたいが、もうすでに30分経過しておる。ノーカットノー編集ね、めんどくさいのでノーカットね、ノーカットノー編集でお送りする実況、私がユッキーです。私も喉乾いてきました。喉が乾いてまいりました。ボクちん、何か飲んでいいですか。喉乾いてきたんだけど、お茶飲ましてくれよ。いつまで続くのか。交尾はだいたい1時間ぐらいかかるのか。やはりお30分経過して、まだ今交尾始めて15分ぐらいじゃうか。これまだ交尾始めて15分ぐらいじゃうか。これ水飲ましてくれ。お茶飲まして。お茶。最近は涼しいです。と思ったら昨日31度ぐらい行ったからな。涼しい日が続くけど、たまに暑い日があるっていうね。まあ31度ぐらいだったらまだいいんだけど。まあもう秋ですからね。さあ、こっちを見ているカメラ目線。カマキリ。かわいいカマキリくん。メスオス。もういい加減に何もしてない、何にも変化がないので、いい加減にもう、何も言うことがなくなってきた。でもね、やっぱりね、カマキリね、ずっと俺メスだと思ってね、育ってきたけどね、両方メスだと思ってきてたけど、ちっちゃい方はね、明らかにね、食いが悪いんですよ。餌は、ゴキブリ飼育してるんで、ゴキブリあげるんですけど、レッドローチっていう、レッドローチあげるんですけど、明らかにオスがですね、まあ、今現在オスですけど、オスがですね、全然食わないんですよ。うん。その逆でメスはですね、餌を入れた瞬間にもうね、一瞬のうちにね、食うという、恐ろしい、動体視力。ポイってね、餌をね、飼育ケースにね、放り込んでね、その、ゴキブリが動く、バババって動くじゃん。で動いて、その動きを捉えて、目で追って、シャッと食べる。もうほぼ、一瞬で食いますね。オスは全然食わない。なんだろうね。うん、全然食わない。もうむしろね、逃げる始末。目の前で餌を、ゴキブリを散らつかせるとですね、逃げよるから。オオカマキリとかになると、結構凶暴なんですけど、ソーセージとかでも食いつくんで、あいつらはすごい育てやすいんですよ。ハラビロカマキリはね、メスでもね、目の前でね、ゴキブリちらつかせてね、動かしたりしても食わないんです。逃げるんですよね。ハラビロカマキリはかなり、臆病な性格で。オオカマキリは反対にかなり凶暴なんで、
ね、ソーセージとか全く生き餌じゃないのに食べるっていう。だからすごい飼育が楽なんですよ。うん。だから生き餌が手に入らなくてもソーセージとか、ね、ハムとかあげてれば、食うんで。まあ、いわゆるあれですよね。なんだ、トカゲとかでも、餌付けによって食うやつと食わないやつがいるっていうね。なんていうんだろうね。生き餌じゃないと食わないやつがいる。いわゆる人工物だと食わない。いわゆるトカゲ、レオパーなんとかっていう、レオパーっていうなんかトカゲがいるんですよね。そいつらはですね、レオパーゲルっていう、なんか人工の餌をね、あげても食べるやつがいるんですけど、食べないやつもいるっていう。それでなんかうちのは食べるかもしんないけど、食べないかもしんないっていう。だから買ってきても、これ食いつかなきゃもう、餌付けに成功しないんですよね。しない個体がいるっていう。だから、餌付けられる、やつだったら、割と楽なんですよ。生き餌の準備しなくてもいいから。まだあれだね、ケツ入ってるね。ケツ入ってる。特に喋ることがなくなったんですよ。これずっと見てるの俺。ああ、ちょっと寒くなってきた。どんぐらいかかるんだろう。やっぱ1時間ぐらいかかるのかな。でもやっぱりすごいよね。なんかメス、オスはメスだってわかる何かフェロモンをメスが出しての感じ取ってるんでしょうね。何かのおそらく、これはメスですよみたいな。これはハラビロカマキリのメスですよっていう。何かそのフェロモンみたいなのが出てるから、こうオスはそれにまあ寄ってくるっていうかね、あれがあるんでしょうね。もしくは人間みたいに顔で判断してるか外見で判断してるか。人間は匂いで判断できないんですからね。外見で判断してんのか、まあカマキリの視力がどれぐらいあるのかわかんないんですけど、ちなみに僕の視力が、片目が 0.1 です。片目 0.1、0.1 で両目で 0.2 ぐらいですから、ものすごい悪いです。
お、カメラ目線。ちなみに言い忘れましたけど、ね、長いんで、飼育バーで飼育してください。飼育バーがあるんで、長いの見たくねっていう人は飼育で飛ばしてください。そこら辺勝手にしてください。俺は知らん。俺はノーカットノー編集でアップする人間だから、もうこういう時間はね、逆にね、共有するっていう、リスナーと共有するっていう、めんどくせえから編集はしねえから、めんどくさいんで、ボクシングめんどくさいんで編集はしません。まあ別にね、 YouTube やってるのも趣味でやってるから、別に仕事でやってるわけじゃねえから。おっと、お、左を向いたカマキリ。あ、気づくかと思ったら気づかない。後ろに乗ってるオスは気づかない。なんだ、気づかない、気づいていない。左向いている、左を向いてどこを見てるかって言ったら、モニターで自分が動いてるのを見ている。自分が動くから動いてるのを見えている。なんて言うんですかね、なんて言うんだろうな、こういうの。パソコンの画面に映像が表示されてるんだけど、それを見てるんだよね。自分が動くから、動いたら動く、動くじゃん。それを見ている。やっぱカマキリ可愛いですね。カマキリくん可愛いです。まあ、飼育も簡単だし、まあ、一つ難点を言えば、毛づくろい始めましたね、毛づくろい。一つ、カマキリの、飼育の難点といえば、あれでしょうか。最初に生まれた初齢の、幼虫ですね。幼虫がものすごくちっちゃくて、餌が、そいつらに合わせた餌をあげなきゃいけないんで、まあ、いわゆる小乗梅とか、ああいう、コバエみたいなのをあげなきゃいけないんですけど、まあそれをどうやって入手するかなんですけど、まあ一応アマゾンで、トリニド小乗梅っていうやつが売られてますんでね、今の時代何でもアマゾン。俺以前持ってましたけどね、トリニド小乗梅っていう、確かトリニド小乗梅っていうやつがいるんですけど、そいつら羽があるんですが、羽があるのに飛べないっていう、品種改良されたのか、なんなら科学的な人間のあれで組み替えて飛べない小乗梅なんですよね。うん、飛べない小乗梅くんがいるんですよ。それがだいたいアマゾンで1000円ぐらいで、1000円で100匹ぐらいで売ってるんで、それを買うっていうのが一番簡単です。おっと、ネイチャーメイド。ネイチャーメイド。それネイチャーメイドと、それあれ、マルチビタミン&ミネラルだと、それ。それにのぼろうとしている。そして、モニターを見た。お、自分が動いてるの、動いてるな。モニターを見て、自分が動いてるのを見て、動いてるなと思って、目視している。お、なんか動いてんぞ、あそこ、みたいな。俺はお前なんだ。お、方向転換したか？方向転換したぞ。お、また、あ、落ちた。あ、落ちそうになってる。おっと、踏ん張った。このまま落ちる。自分のあれが重いのか。カマキリ重いのか。やはりオスが乗っている分ちょっと重いのか。わからないが、
落ちる。落ちそうになっている。チョコラ BB に、から、落ちましたけど、ギリギリ踏ん張りましたね。まあ、飼育は幼虫が一番難しいでしょうね。あ、やばい。フリーズしやがった。さあ、引き続き、まだ終わりません。フォービーは終わらない。まだケツの穴に刺さっている。うん、ケツの穴に刺さっているが、まあ、あと幼虫は、まあ、残酷に言えば、残酷な話すると、幼虫を、その、一個の卵から生まれる、幼虫が2、300匹生まれるとかの聞きますけども、2、300匹生まれたら、しばらくそのままで、放置しとくんですよ。放置しといて、他の、いわゆる、自分じゃねえ、その、幼虫 VS 幼虫になって、結局弱いやつが食われるんで、自然淘汰されるんで、それで、ある程度まで、ね、増やすというか、自然淘汰されるのを待つ。まあ、さすがに2、300匹もね、飼えないですから。うん。飼えませんからね。2、300匹も飼えねえから、とりあえず、残りは、まあ、自然淘汰されるのを待つか、もしくは逃がすか、放虫するかです。そこら辺の公園に放虫してくるか。カマキリの卵を探すのは割と楽なんですけど、カマキリ自体を探そうとすると、難しいんですよね。うん。なかなか緑で保護色してるんで、擬態されるんでわけわかんないんですよ。どこにいるかな？全然わからん。だからわかんないんで、めんどくさい方はもう卵をね、取る。大体カマキリ探すといないんだよ。特に都会だと、今東京の足立区住みなんですけど、足立区、そんなにまあいるはいると思うんだけどね。まあでもなんで俺のアパートに、その廊下にね、2匹いるっていうのなかなかレアです。結構マンションとかの壁に張り付いてたりするんです。で、夜とかになると街灯とかそのライトに集まる虫を取ろうとして出現するんですよね。出現するという。ヤモリくんもそうでしたね。ヤモリもね、以前見つけたんですけど、日本ヤモリ。あいつもですね、トイレの公衆トイレ、公衆便所の、夜、明かりが公衆便所につくじゃないですか。それの、それに集まってくる、その虫を狙って、そこにね、窓ガラスにね、いたんですよ。まあだからおそらくそういうことだね。うん。
虫が集まってくるところに、まあ、まあ、出没する。夜は。でも、カマキリって基本的に、中高生夜行性ではなく中高生なんで、中高生って言うんだっけ、昼間活動するやつなんですよね。だから夜はそんなに活動しないとは思うんですけど、まあどうなのかは、でも中高生って聞くけどな。なんか固まったかのようにフリーズしてますね、こいつら。完全にフリーズしておる。そして毛づくろいを始めた。やっぱあれですね。オスとメス見分け方難しいって人は、俺みたいにググってもよくわかんねえと。どっちなのかよくわかんねえわってなった場合は、実際ちょっとこう、ね、さっきみたいにこう放し飼いにして両方ともこう放して、で、そんでオスがね、ブルブルブルってするんですよ。今まで見たことないような動きするんで、そしたらもうほぼ間違いなくオスだと思った方がいいです。うん。ほんとさっき、いわゆるこいつに乗る前に、でブルブルブルって、ね、しましたもん。何回も。あれは初めて見ました。すごい震える。ブルブルブルって震えるんですよ、オスが。何のあれなのか知らないけど。何のあれなのかわからない。ブルブルブルって震えるんで、それで判別した方がいいんじゃないですかね。本当に難しいんですよ。オスなのかメスなのか。いろいろググったんですけどね、いまいちその卵管の形で、ケツの形ですね。ケツの形で見上げろって書いてあって、で、あれにも聞いたんですよ。2チャンネルのね、スレでですね、この虫は何の虫ですかっていうのを聞く、スレッドがあるんですよね。で、それで、この、オスをね、オスの腹部、ケツの部分を、写メ取って、で、これはオスですかメスですかって、聞いたんですけど、メスですって言われました。2チャンネルのね、有名なね、すごいスレがあるんで、本当に、よくわかんねえやつを適当にガとか何でもいいから適当にパシャってシャメ撮って、で、2チャンネルのそこに画像を上げるとね、これ何ですかっていう、これ何の虫ですかっていう、ね、問いかけですると、ほぼほぼね、1時間以内にね、回答が来るんです。すごいんです。しかもほぼほぼ正確なんです。だからその人たちも間違ったぐらいですかね。僕もわかんないです。オスとメスの違いはね、本当に難しい。特に、オスはちっちゃいんで、腹部もちっちゃい、ケツの部分ちっちゃいんで、よくわかんないんです。これが卵管なのか、いや、卵管ではないのか、ね。先っちょとんがってるし、これ卵管なんかなと思って、ずっとメスだと思ってました。で、体調も測っても、ね、多分体調が、オスが5センチぐらいなんだけど、そういう5センチのメスもいるっていう話を書いてあったから、ウィキペディアにハラビロカマキリでググったら、ね、5センチのメスもいるらしいんで、これわかんないんですよ。皆目見当もつかない。だから、俺みたいにこういう風に飼ってる人がいて、いや、両方多分、
ね、メスだろうと思ってるけど、ちょっとよくわかんねえわって人はもう、一回近くで、ね、対面させたらわかるんじゃないかな。で、もし食べられそうとかだったらもう、手でこう、ピャって防ぐか、何かするかで、ね、食われないようにしてね。ああでもよかった、これであれだ、優勢ラン産むぞ、こいつ優勢ラン産むぞ。来年あれだな、孵化させて幼虫から飼育してみよう。ついでにその、あの、幼虫の4月ぐらい、春ね、春孵化するんで、あの、それぐらいになったら、あの、トリニドショウジョウバエも、あの、買っといて、ね。前買ったんですけど、なんだっけ、あの、クモにね、あの、いわゆる家グモ、あの、ハエトリグモとかに、あの、あげる餌として買ったんですけど、ハエトリくんがですね、ハエトリくんの餌にやったんだけどね、全然ね、食わなくて、食わなかったんだったっけ、なんだったっけな、食わなかったか死んだかで死滅したんですね、確か。で、結局、トリニドショウジョウバエだけ飼ってても、もうない、もういいやってなって、なんでお前は、トリニドショウジョウバエを飼育しないやあかんのやと思って、餌をあげずに、ほっといて殺しましたけど、全滅させましたけどね。トリニドショウジョウバエくん。餌は、あれです。バナナ。トリニドショウジョウバエはバナナあげてたんだけど、もうそれをね、一切やめて、ま、さすがに放虫するのはやばいんで。トリニドショウジョウバエは外国のハエですからね。放虫させたら間違いなくやばいんで、自らね、責任を持って全員餓死させましたけど。でも知らなかったなぁ。トリニドショウジョウバエっていう、ハエがいること自体知らなかったからね。飛べないハエなんていうのがいるんだな。本当に。品種改良はすごいな。人間のエゴで、飛べなくさせるという。そのあれね。すごいよね。まだケツ刺さったまんまだ。これいつ終わるんですかね、これ。腹減ってきたんだけど。もうお腹、夕食の時間なんだけど、これ。ひたすらこれあれきついな。かといって、オスがパッて離れるのを見たいんですよね。どういう風にしてこのオスがメスから離れるのか、交尾が終わったらね、どういう風にして離れるのかっていうのを、見たいんですよ。
で、あとはあれですかね。交尾をして、したオス？オスは、交尾をすると、多分、体内のエネルギーを使って、まあ、精子を多分送ってると思うんで、だから、おそらく死ぬんではないかと。もしくは寿命はかなり縮むんではないかと。まあ、今後のそのオスがどうなるかですよね。おそらく割とすぐ死んじゃうんじゃないかと。今10月の8日ですから、まあもともとカワキリって大体冬前に死ぬからな。秋ぐらいに死んじゃうからね。まあメスも卵を産むのにあれすると思うし、体力使うだろうしね。それで寿命も多分減るんですよ。だから寿命とかを伸ばしたいって人はもう交尾させないのが一番いいみたいですけどね。まあ他の虫もそうですけど、カブトムシとかも交尾させると寿命が減るんですよ。メスは卵を産むのに体力使うんで、でオスもあれするのに精子をあれ出すのに体力を使うんで、交尾させたら大体わりかしすぐ死ぬんだよ。交尾させたら大体死ぬとは思います。まあでもカマキリ飼ってる人だとあれだもんね。普通カマキリって冬来る前に死んじゃうんですよ。普通の野生のやつは、ね、ただ飼育下だとすごい4月ぐらいまで生きてるやつ人いるからね。2チャンネルのね、カマキリスレッドスレっていうのがあるんですけど、2チャンネルのカマキリスレで5月ぐらいまで生き残ってるカマキリとかいたからな。来年の5月まで生きてるんですよ。すごいよね。だから、卵とご対面じゃない、子供とご対面するんですよね。自分の子供とご対面できるんですよ。これすごいです。なかなかないよ。カブトムシとかも、長いと12月ぐらいまで生きてるカブトムシいるらしいからな。飼育してるやつでだけど。野生だと大体8月か9月ぐらいにはもう死んじゃうんですよね。カブトムシはね。だけど飼育下だと大体12月ぐらいまでは生かすことはできるみたいです。特に喋ることなくなったと。ツイッターに画像上げとくか、これ。ツイッターにこれ上げとくか、これ。今、交尾してますって。
よし、とりあえずツイッターに画像上げといたわ。よし。さあ、未だに終わらない、この。ねえ。交尾が未だに終わらない。いつ終わるのか、これは。いつ終わるのかも喋ることもない。ああ、腹も減ってきたぞ。ズームしてみよう。ズームイン。でもね、こうしてみるとね、明らかにね、メスの、カマキリ、メスはね、すごい腹がね、ものすごいでかい。ものすごい腹がね、でかい。体重で比べると多分、10倍ぐらい違うんじゃない？ 5 倍以上は違うね、体重、おそらく。測ってないけど。おそらく体重5倍ぐらい違うんじゃないかな。5倍以上多分違うと思いますね。オスとメスだと。この体格差で。明らかに腹がね、すんごいです。腹がでっぷりしてるの。でっぷり。どっぷりでっぷりしてるの。どっぷりでっぷりしてるの。いや、でもよかったよかった。今日は思いつきでちょっと押すかもしんねえから、押すかもしんないから対面させようと思って、したの正解だったね。そのまま気づかなかったら、そのままあれだぜ。メスだと思ってましたって言って、飼育してたらもうそろそろあれだね。もう10月だからな。カマキリも死んでしまうこともあったぜ。絶対危なかったわ。気づいてよかった。ああ、そうだ。あとカマキリの種類なんですけど、俺が今まで人生で見てきたカマキリの種類ね、大カマキリと小カマキリとこのハラビロカマキリの3種類俺が人生で見てきた、てか実際に見たことがある
まあ、野生でね、捕まえたことがある。やつがこの3匹、3種類なんですけど、日本にはね、他にも、朝鮮カマキリってやつと、あと、なんだっけ、何カマキリって言ったの？朝鮮カマキリと、あ、胸やかハラビロもいるって言ったな。胸やかハラビロカマキリが最近なんか話題になって、外国から外来種として、出てきました。あともう一つなんだっけ？あ、ウスバカマキリ。ウスバカマキリっていうのもいるらしいです。うん、ちょっとあんまり知らなかった。ウスバカマキリに関しては、全然知らなかった。てか、見たことすらない。まあ、やっぱ、オオカマキリがね、ハラビロはよく見るんじゃないですかね。コカマキリも最近全然見てないですね。コカマキリも、全然見なくなりました。まあ、コカマキリは基本的に茶色なんで、茶色で、コカマキリって言ったら茶色なんだよな、あれな。緑色のやつコカマキリいないんですよね。オオカマキリだと、茶色い羽の、オオカマキリもいるらしいんですけど。うん。まあ、いるんですけどね。確か。うん。コカマキリは茶色なんですよ。絶対。で、ちっちゃいです。一番ちっちゃいのかな。多分。ハラビウロよかちっちゃいんで、日本では一番ちっちゃいのがコカマキリ。なんですかね。多分ね。で、あと、手の模様みたいなのがあるんだよね。一発でわかるんですけど。で、朝鮮カマキリとハラビロカマキリが、違う、朝鮮カマキリとオオカマキリか。あれ？どっちだったっけ？なんか朝鮮カマキリっていうのがいるんですよね。昔から。朝鮮カマキリは、の見分け方は、なんていうの？手の付け根の前足の、鎌の手の付け根が、オレンジ色みたいになってる。うん。見たことないですね。僕は見たことない。ハラビロカマキリは、羽に、米粒みたいなのがついてる。ついてるっていうか、羽になぜかこの米粒み模様みたいなのがあるの。1個じゃないのか、2個か。ね。羽の両側に、米粒みたいなのが、ポンポンと2個ついてる。白いね。模様です。で、あと、鎌の手の部分の、手の部分のなんか3個黄色いゴマ粒みたいなのがあるんですよね。3個ちゃうか。うん。なんか点々があるんですよね。黄色い点々みたいな。だから種類はね、割と簡単に見分けられるんですけどね。オスメスは本当に難しいです。うん。オスメスは本当に難しい。判別は難しいですね。ないのか。まあカマキリはあれですから、液中ですからね。
あの畑にあのカマキリとかいるとは思うんですけど、あれはあのまあ益虫でしょうね。農家の人から見れば益虫でしょうね。だってあのモンシロチョウとかってあのキャベツにあの卵を産みつけるじゃないですか。で卵を産みつけてそれで結局孵化したらそのキャベツを食べちゃうじゃないですか。でそのモンシロチョウをそれをあのね食べるのがカマキリですから、まあそういう蝶結構いるんですよね、野菜にその卵を産みつけるんですね。それを食べるわけですから、まあ益虫でしょう、ね。益虫だと思われます。わかりませんけどね。いやわかりませんけどって、まあ益虫だろう。まあまあまあ益虫でしょう。あとハラビロカマキリには、あのハリガネムシという寄生虫がよく寄生されているという話は聞くんですけど、あの実際にハラビロカマキリのケツからあのハリガネムシが出たことは一回もないですね。うん。一応俺も確認したんですよ。あの水につけてあの3分間ぐらい放置しとくと、あの出るときは、寄生されるときは出るんですよ。ふにゅーって。昔高校生の時に、理科部っていう部活に入ってたんですけど、それの時に、ハリガネムシは、捕まえたことはあります。うん。捕まえたことはあって、その飼育はしてましたね。うん。ハリガネムシってなんだっけ、水生動物、水の動物なんですよね。水の虫みたいなもんだよね。確かね、捕まえてね、それでね、しばらく、理科室にね、飾っといたことがありました。飾っといたっていうか、飼っといた。まあ、何食うかよくわかんないですけどね、あいつら。あいつら何食うんだろうな、あれな。ハリガネムシってな。寄生して、その養分を取るのか。だから、寄生から出したら、何食って生きてんのかな、あれな。よくわかりませんけどね。ハリガネムシね。まあ、本当にハリガネみたいな、手触りというか、まあ、ハリガネよかは、まあ、当然ですけど、うん、まあ、柔らかいというかね、柔らかいんですけど、まあ、うにょうにょ、動くんですよね。あと、そう。あと、プラナリアっていう、川とかにいる、ナメクジみたいなやつですね。簡単に言うとね。切断しても、それが、カッターとかで切断すると、2個に分かれて、まあ、分裂するという。切ったら切ったで、分裂するという。だから1匹のやつを8分割にすると8匹になるという、やつですけど、あれも飼育してましたね。リカブで。結構マイナーな、シャーレに入れてね。冷蔵庫の中にシャーレ入れて、それで飼育してたな、確かな。餌はレバーです。プラナリアの餌はレバーです。プラナリアのね、餌がね、レバーなんですよ。まあ、なんでもいいんだけどね、別に。適当に、肉みたいなのをあげてるんじゃない。で、割と涼しいとこじゃないとダメで、まあ、水生動物なんで、割と湿気のある、涼しいところで、冷蔵庫の中に入れて飼育してましたね。シャーレに入れて。シャーレにプラナリア入れて、飼育してましたけど、あれ確か実験で、ズダズダにされたの。ズダズダにね、切られましたからね。理科の実験で、科学の先生が、じゃあ、今日は、このプラナリアというね、生き物のね、生態について、調べます。って言って、で、カッターの刃でね、スパスパ切ってね、分裂させるっていう。ほら、二つにこう切っても、
あの頭がね、その出てくるんですよね。あ、すごいんですよ。あの目みたいなのが出るんですよ。目が切ったら二分割されて、その二分割されたその尻の部分から、あの尻の部分っていうか、なんていうのかな、新しい目が生えてくる。目が生えてくるって言い方もあれだけど、目が出てくる。目が、目ん玉。あの、2個、あの、目ん玉がパンポンって、あの、ついてるんですけど、切って、その目ん玉がない部分に、目ん玉が出てくるんだよ。すごいですよ。まあ、なめくじみたいなやつですね。なめくじをもっと平らにしたような、ベターっとした、あれですね。特に話すことねえんだけど、あと昔あのその高校の理科部であのあれしてましたよ。僕だけあの昆虫の標本作ってましたね。昆虫標本作ってましたね。あのアゲハチョウとか、なんだ、昆虫って甲虫、あの、ゴミ虫みたいな、ゴミ虫騙し的なやつとかね、捕まえて、蝶々とか捕まえて、あの、皆さん知らないでしょ、あれ、標本ってどうやってできるか知らないでしょ。あの、残酷ですけど、あの、標本は、あの、毒殺しますね。ホルマリンで殺します。確かホルマリンなんだよな。瓶の中にホルマリンをつけて、つけたスポンジじゃわ、綿棒ちゃうわ、綿を湿らせておくんですよ。その、確か、ホルマリン。ホルマリンが毒なんで、確かですよ。記憶が定かではないけど。で、その中に、虫をポイって入れて、で、蓋をして、絶命させるんですね。で、絶命させた後に、まあ、いわゆる標本の、針でこう、刺して、標本のあれに刺して、で、足をこう整えて、みたいなね。で、あと重要なのが、採取した、時っていうか、その日にちと、場所を明記すること。これを明記しないと、標本としては価値が無価値らしいですから。うん。無価値。どこで撮って、どこで撮れたか、どこで何、いつ、ね、撮れたかっていうのを記載しないと、標本的な、価値はゼロらしいですから。で、その昆虫を見ながら、図鑑を開いて、どの昆虫かなーって言って、その昆虫のね、その特定をして、その昆虫の名前を書くんですよ。下にその紙みたいなのを置いて。まあ、残酷っちゃ残酷なんですけどね。まあ、殺して、標本にするっていう。まあ、残酷は残酷なんですけど、一応そのデータというよりは、なんていうかな。どこで取れたかっていう、いつまで取れたかっていうの、いつ取れたかっていうのは結構、その、学術的な、なんて言うんでしょうかね。この歴史として重要だからでしょうね。10年前までここで取れてたのに、ね、最近は全然取れなくなったとか。ね、まあ、もしくは絶滅したとかね。だから、あれは標本とかで残るんですよ。絶滅したとか、タガメとか、ね。だから、貴重なデータになるんですね。標本というのはデータになる。タガメもあれだもんね。今、絶滅危惧種でしょ。タガメも俺、昔から、タガメとか、いや、水カマキリとかは見たことあるんだけどね。タガメ見たことないですね。太鼓虫も見たことあったような気がするけど。
まあ、わりかしよく見るのは水カマキリですね。あの、泳ぎが下手くそなやつね。泳ぎが下手くそなの。細いやつ。カマキリくんまだっすかね。まだ終わらないっすかね。あれなんだっけ、ホモ動画、有名なホモ動画で。まだかかりそうですかね。っていうやつ。本当にいつまでわかんだ、これ、本当に。もう腹減ってきたんだけど、もう1時間経ったろ。1時間多分経ったな。これはあれだ。あの、BGM だけつけて、あれだ。あとはもう、カットなし。カットなし。だって、交尾してる時間とかもある必要ですよ。重要な記録でサンプルです。サンプルっていうか、あの、あれになるわ。重要なデータになるから。あれさ、よくさ、あの、カットばっかりしまくってさ、なんか、カットして何分カットしたかとかわかんねえじゃん、ああいうの。リアルタイムで。どれぐらい交尾に時間がかかるのかっていうのも、重要な、これ、あれですよ。データです。この動画はね、データですよ。うん。カマキリの交尾時間、ね。データで残す。これは重要だ。ね、カマキリ愛好家の人たちにもね、世界中のね、カマキリ愛好家の人に、ね、こういう、これぐらい時間かかるんだぞって。ね。これぐらい時間かかるんで、交尾はって。これ重要な、これサンプル、動画です。サンプル動画。重要なのはいいんだけど、リアルで待つときついな、これ。リアルで待つとこれきついぞ、これ。もうガムでも噛んで。まったり見よう。ガムでも噛みながらまったり見よう。でもあれだな。メスもなんか落ち着いたな。ハイチオールシート、チョコラ BB のところが、お気に入りの場所になったか。わからんけど。もう動きをやめましたよ。動くのやめたぞ、こいつら。おしっこも行きたくなってきた。おしっこしたくなってきた。参ったな。暇だからこれ生放送するか、これ。スマホで生放送しながらこれやろう。今思い出した。思いついた。スマホで配信しよう、これ。カマキリの小指。生中継。動物
カマキリの生、ね、これウェブカメラで撮りつつ、スマホで配信するという、スーパーリアルタイム実況。スーパーリアルタイム実況。解説は私。なんか固定できねえかな。お、こっちを向いた。こっちを向いた。ちょっと待って。固定しよう。これあれだ。スマホのあれ固定しよう、これ。おっと、腹広カマキリ、こっちを見た。腹広カマキリ、こっちを見た。だが、依然として、この後めちゃくちゃ食べられるかどうかはあれですね。実験ですね、これ。実験よ、実験。実質実験ですよ、これ。本当にカマキリは、ね、交尾をし終わった後に、オスは食べられてしまうのか。こちら、現在、腹広カマキリのオスとメス。ね、交尾中でございます、現在。もう1時間経過しました。交尾が開始されて、もう1時間が経過した、多分。もうあれですよ。1時間経過してから。そして、動画に今録画している、動画にウェブカメラで録画をしている状況。ね。このように、現在、動画に録画して、ヨウツベにアップする。しかも、この今の生放送の音声もこれ、ね、録音されている。腹広カマキリメス、動かない、停止した、完全に停止している。そしてオスは今現在チンコ、あれチンコって言っちゃったね、ケツをメスのケツに今現在挿入中。変なこと言うと、あれだから、YouTube、あれされるからな。YouTube 厳しいんだよ、あれ。無音になったりするからな。YouTube の音声規制が激しいから。適当になんか暴言発言すると、あれだからな。変なこと言うとあれ、R18 設定されるから。R18 に認定されるから。まだ終わんないっすかね。カマキリさん、交尾まだ終わんないっすかね。俺、おしっこ行きたいんだけど、そこ通り道なんだけど、あんまり俺、邪魔したくないんで、トイレ我慢しないといけないわ。そこ通り道なんで。これアップとかできない。
アップできんじゃん。アップできた、アップできた。ドアップ放送。ドアップにしたら画像がも、荒い。画像が荒くなっている。おしっこもしたい。いつ終わるのか。これマジいつ終わるんだよこれ。腹減ったんだけど。マジ腹減ったんだけど。僕っち腹減ったんだけど。腹減った、おしっこしたい。だがしかし、この後どうなるのか知りたいんでね。オスがその本当に食べられるのか、あの噂は本当か。交尾した後にオスは食べられるという噂が世間では広まってはいるが、さあ果たして本当にそうなのか。ちなみに俺は信じてないですけどね。そこまでバカじゃねえよと、そこまでオスはバカじゃねえよっていうね、ところを見せてもらいたい。減ったでござる。ほとんど身動き一つしねえな。お？お？メスが動くか？お？メスが動くか？定位置でもう動かないんだけど。おしっこ行きたくなってきたな。Thank you.
もっと毛づくろい、毛づくろいを始めた。腹も減ってきたし、お腹も減ってきたし、おしっこもしたくなってきたな。ワンちゃんおしっこ行くか、ちょっと。ちゃんおしっこいった。ワンちゃんおしっこいくか。ワンちゃんおしっこ行ってみよう。
何事もなかったかのように。まだですね、まだセックスの最中。長い。腹減ったよ。まだ時間かかりそうですかね。腹減った。まだ時間かかりますか？まだ時間かかりますか？ああ、これいつ終わるんだこれ。
れた。暇を持て余した。参ったな。いやーこれはあれだわ、暇だわ。マジで暇だわ。暇だわ。動きはないです。長い褒美は長いな。これあーかゆい、くそ蚊に刺された。もう外出たら蚊に刺されるんだもん。だってポケモン GO やってたら蚊に刺されたわ。4カ所ぐらい刺された。もうやだ、もうまだ蚊いるのかよ。もうはよ蚊死んでくれ、マジで。蚊まだいいんだよ。いまだに蚊いるもんね。もう10月なんだけど、もう蚊はよいなくなれよ。もう蚊ってもしかして1年中いんのかな。いやでもさすがに冬はいなくなるだろう。冬になったらさすがに活動しなくなるだろう。
形みたい。まあ、あれですね。ほとんど硬直してますからね。メスはさっきまで動いてたんだけど、さっきまでじゃないな。最初の頃動いてたんだけどね。もうね、あの、チョコラ BB の上がね、あの、落ち着いたのか。ここは落ち着くわ、みたいな。チョコラ BB プラスの上に乗ってます。そこで、なんかずっと硬直してるわ。もう行くのやめたらしい。移動するのやめたらしい。あー、長い。もう1時間半ぐらい経ってるよ、もう。これさ、ほっといたらさ、本当にさ、終わらないんじゃない？意外と。意外とずーっと終わらない可能性もある。いや、もうずっとこのままでいいわ、みたいな。ずっとこのままでいいよ、繋がっていたいからって言って、繋がったままにいるんじゃない？もしかして。面倒なことは、いや、面倒なことは特にならない。ただ、飼育ケースの、網が、網だと超えられるんで、しっかりその、細かい何かで、まあ、新聞紙でもいいけど、新聞紙は空気通すからさ、だから、飼育ケースの、シーフケースの上に、まあ、じゃあね、新聞紙を挟めばいいんです。シーフケースの蓋を開けて、そこで新聞紙挟んでパッてやっておけば、まあ、出てこないです。まあ、その状況にしてですね、置けば OK。たまにいるんですけど、どれぐらいのデカさかわからない人がいて、で、普通のあの飼育ケースのその網から逃げられて大惨事になったっていう人はいましたけど、まあ、あれですね、カマキリの幼虫のデカさは、アリぐらいですかね、アリ。ほとんどアリです。アリが貫通できるような穴だと貫通してくるんで、ほとんどデカさはアリですから。アリと同じぐらいだよ。本当にあれだな。ああ。腹減った。昨日の夕食はあれでした。関係ないけど。サンマ。サンマうまかったー。サンマ。やっぱ秋はあれだね。油の乗りが違うね。ただね、丸ごと食べたんですよ。サンマ丸ごと食べたらね、内臓のあたりがすっげー苦くてね。やっぱ内臓取らなきゃダメだなと思った。やっぱ内臓は取るべきだなと思ったよ。ギニーがだった。今日もサンマです。今日もあのサンマにアルミホイル巻いて、アルミホイル巻いてあのフライパンで焼く。蒸し焼きにする。蒸し焼きにする。あのくるんで、アルミホイルでくるんで蒸し焼きです。
やっぱり秋といったらサンマ。秋といったらサンマです。あ、でもあれも売ってたな。なんだ、サバ？サバじゃねえな、なんだっけ。イワシ。イワシだったっけな。サバだかイワシだかが1匹68円ぐらいで売ってたけど、あれなんだったっけ。サバ？サバじゃねえな。イワシかな。イワシだったかな。サバではないんだよ。サバは高いんだ。サバはね、高いんですよ。一匹ね、200円ぐらいする。サバは。確かイワシだったかな。うん。イワシが安かったね。イワシ。イワシが68円ぐらいで一匹売ってて、で、買おうかなと思ったんだけど、イワシってあんまうまくねえんだよ。イワシってあんまうまくねえんだ。俺の経験上、だいたいイワシは美味しくない。サバはうめえんだけどな。サバはうまいんだよ。サバの缶詰とか、サバの味噌煮とかあるじゃん。サバの味噌煮はうまいんだよね。サバはほんとうまいんですよ。サバは。うん。サバはうまいんだ。イワシはまずいんだよ。俺の経験上、イワシはまずい。サバはめっちゃうまい。サバはね、めっちゃ美味しいです。ただし高い。やっぱりね、一匹100円以内だったらね、買うかどうか迷うんですけど、もう100円超えちゃうと、もう買う気がなくなる。あ、買わなくていいやってなる。まあ、サンマは今が旬ですから安いんですよ。だからね、やっぱね、生活費をね、抑えるにはやはり、あれ、旬のものを食べる。旬のものが安くてうまいんで、旬のものを食べる。自炊をね、自炊するんだったらやっぱりあれですよ。旬のものを食べる。まだかかりそうですか。交尾ね、もうね、1時間半ぐらい交尾してる。1時間半超えたな。2時間近く今交尾してます。全部録画してるんですけど、今、ウェブカメラで録画してるんだけど、ウェブカメラで、このウェブカメラでこう撮ってんだけど、この状態のまま、1時間半ぐらい、もう、ずーっとこの状態。もう動かなくなった。もうね、動かなくなった。完全に。停止した。だからね、俺これオスだと思って、メスだと思ってたんですよ、最初。この右の、ちっちゃいやつがオスだと思ってなくて、ずっとメスだと思って飼ってたんですけど、なんか怪しいなと思ってたんだけど、まあメスだろうなと思って、まあケツの形も見たんだけど、見分けが難しいんだよね。うん。見分けが難しくって、で、ちょっと実験にね、対面させたらどうなるかと思って、対面させたら、すぐ交尾したからね。すぐっていうか、10分ぐらいで交尾したの。オスがすごい、ブルブルブルって、今までにない、見たことないような動きした。オス同士ちゃうわ。ブルブルブルって、振動するんですよ。オスが。オスが、メスを見つけて、ブルブルブルって振動するんですよ。振動して、
あの10分後ぐらいになったら、あのビャって飛びついて、メスに飛びついて攻撃しましたね。で、メスは全く気づいてないのか、気づいていないのか何なのかわからないですけど、わかりません。気づいているのかいないのかはわからん。それは虫に聞いてくれ。それは本人に聞いてくれ。ただ、無関心ですね。オスには無関心でした。オスには無関心でしたね。餌だと思って食うかなと思ったら、食わないで、一切、無関心でした。何なのか。それは、その違いは何なのかわかんないですね。一体何なんでしょうか。あ、たまたまあれか。昨日俺ゴキブリ食わせたからあれか。腹いっぱいでもうあれいらなかったじゃん。お腹いっぱいですみたいな感じか。昨日ゴキブリあげたからな。昨日の夜ゴキブリあげたから、もうお腹いっぱいだったのかもしれない。わかんないけど。わかんねえけど。お腹いっぱいだったのかもしれない。カマキリ共食いする。共食いはするよ。オス同士だったらする。オスとオス、メスとメスだったらする。でも、オスとメスだと、わかんない、それは。腹いっぱいだったらしないんじゃない、うん、オスとメスだとあれだな、交尾するから気づいてないもんね。俺背中乗ってるけど、これ気づいてないんだわ。メスが。メスがオス背中に乗ってること気づいてないんだよね、多分ね。わかんないけど。うん。もう全く気にしてないんでね。まあ、同じケージの中に入れてたら間違いなく、食べるだろう。間違いなくトンモ食いはすると思う。腹減ったんですけど、腰振ってる。オスが。まだ終わんないですかね。まだ終わんないですかね。あ、腹減った。
来年はあれだな。来年は卵から返してカマキリをね、卵から孵化させて飼育しましょう。来年は卵からね、孵化させてた、あのカマキリ、腹広カマキリをね、飼育しましょう。来年の楽しみができた。来年の楽しみができたぞ。ただ個人的に言わせてもらうと、あのオオカマキリが欲しかったですね。個人的にオオカマキリが好きなんで、オオカマキリ好きなんで、オオカマキリが良かったですね。まあいいんだけどさ。なんか大幅に動き始めたぞ。あれ？お？もう動き始めたぞ。なんか動きが激しくなってきたぞ、おい。おっと？何するんだ？もう下に地面に降りようというのか。おー、ちょ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 。ここに来て。ここに来て、また何か始めたぞ。なんか始めたぞ、おい。滑落する気か？いや、登ったから下山するわ、みたいな。しょっち下山するか、みたいな。こいつ食っちまうかって感じ。それは分かんない。でも昨日ゴキブリ1匹餌あげたから食べたからそんなに減ってないじゃん。だいたいカマキリは3日に1遍ぐらいでいいんだよ、餌は。3日に1遍か2日に1遍ぐらいだな。そんなにあれだからやんなくていい、餌は。2日が3日にゴキブリ1匹だ。ゴキブリって言ってもちっちゃいゴキブリだけど、ちっちゃいレッドローチ1匹。大体それ以上食わへんから。あー腹減った。あー腹減ったー。あー吉野家行きたい。吉野家誰か連れて怒ってくれ。吉野家の牛丼。じゃあ吉野家の豚丼。吉野家の豚丼を食いたいんだけど、金ないから誰か怒って。もう金あと4000円しかねえからもうやべえんだよ。
今月やべえんだって、もう今月4千円しかねえんだって、あと。もう今月4千円しかないんだって。もう。お、移動始めたぞ。おっと。カマキリ移動始めた。背中にオスが乗っているからちょっと重いか。重いのか。重いのか。おちょ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 。画面からフェードアウトした。よし。重いのか。わかりません。いまだにオスのケツが入っている。これはいつまで あれ入ってるんだろうか。これはいつまで入るんでしょうかね。お、こっち見た、こっちを見た、こっちを見た、こっちをガン見。腹減った。またフェードアップする。ちょ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 。こっちを見た。まだ終わんないっすかね。これマジでワンチャンずっとついてるパターンあるぞ。ワンチャン。下手したら。下手したら、一日中くっついてるかもわからん。一日中くっついてるかもわからん。
なんか小判ザメみたいな、小判ザメみたいに見えてきた。小判ザメ、小判ザメか。と移動し始めた。さっき来た方向と全く同じ方向、また逆で、逆で、逆を向いて同じ道をたどる。そして俺は腹が減った。に上り、また上り帰ってきた、帰ってきた。スピーカー、まだ後ろに小判ザメのごとくオスカマキリがくっついている。まだかかりそうっすかね、カマキリくん。まだかかりそうっすか。きっちりこれ、これはなかなか暇だぞ。これはなかなか、どうしてなかなか、どうして。長い。でもさすがにいつか終わるだろう。カブトムシとかの交尾だってそんなに長かったっけな。長いか。カブトムシの交尾そんな長くなかったよ。長かった、分からん。あれかな、オンブバッタみたいな感じでひたすらくっついてくるんじゃないの。ひ
たすらおんぶバッタみたいにくっついて移動するんじゃないだろうな。いや、こんなに長いと思わなかったわ。やらかした。完全にやらかしたよ。もうちょっと時間余ってる時にやればよかった。ああ。まいった、こんなに長いと思わなかったっすわ。お腹減った、もうお腹減った。まあ人間だったら30分ぐらいで終わるよな。いや、下手すりゃ10分ぐらいで終わるだろ。人間だったら30分ぐらいで終わるか。だってずっと突っ込んでる状態だもんな。まだあれなのかな、あのオスの精子がまだ枯れてないのか。オスの精液がまだあれなのかな、まだ完全に出し切ってないパターンなのか。そういうことなのかな。まだまだ出せますよーみたいな。まだ出せますよー的な。腹減った。まだ出せますよ。そのうち本当にあれだよね、死ぬまでやるんじゃないかな、こいつら。こいつらさ、あのオスさ、もう精液さ尽きるまでとかじゃなくてさ、もうあの死ぬまでさくっついたままにいるんじゃないの、もしかして。交尾したらそもそも死ぬんじゃないの。食われるとかじゃなくて死ぬんじゃないの。体力使い果たして、体力を使い果たして死ぬとか、そういうあれじゃないよね。もしかしたらそういうのワンチャンある。交尾で体力を使い切って死にますみたいな。そういうなんか虫いるだろう。そういう虫がいるだろう。それかもしれない。その類か。その類で死ぬのかな。わかんないけど。そうですね。1年ぐらい交尾してるかも分からないな。もう2時間は超えたね。多分2時間は超えただろう。カマキリがだいたい寿命が、カマキリの寿命は 10ヶ月ぐらいか、9ヶ月ぐらいかな。違うな、そんなない。カマキリの寿命は半年ぐらいか。カマキリって結構短命ですからね。4月ぐらいに生まれて、4月ぐらいに生まれて10月ぐらいに死ぬから、まあ半年ぐらいだな。半年ぐらいしか生きないからな、こいつら。意外と短命です。
カブトムシだって1年ぐらい生きるもんね。カブトムシの寿命がだいたい1年ぐらいでしょ。そう考えるとカマキリは短命ですか。え、ちょっと待って、あなたそれどこ行くつもりなのそれ。ちょ、それどこ行くのあなた。そっち行ったらお前あれだと。パソコンのモニターの裏側行く気かおい。そっち行ったらお前あれだと、映せんぞマジで。マジで映せんからな。そこまでウェブカメラ伸ばせんぞ。それやめてそれ。そっち行くなよそっち。おうおうおお。またうなこはクールに乗った。うなこはクールに乗る。うなこはクールに乗った。うなこはクール。原点回帰。原点回帰。した。裏側行くのやめてくれよ、マジで。裏側行ったらもうあれだぞ。取れないよ。マジで。はあ、疲れた。いい加減さ、俺話す内容もないよ。もうそっち裏側行くなよ、それ。裏側な。頼むよ。頼むよ。ちょっと裏側行かないでね。パソコンの裏側行かないでね。パソコンの裏側ね。パソコンの裏側行くなよ、本当に。疲れた、腹減った、お腹減ったよ、お腹減った。一日が半年？あ、そう。一日が半年か。
カマキリよか寿命短いやつって何がいる？昆虫とかの寿命ってそんなに長くないけど、でも正確にどれぐらいかっていうのは分かんないもんな。だってネズミ、マウスとか2、3年ぐらいで死ぬでしょ。ハムスターが2、3年でしょ。そこら辺のネズミとかでも何年だろうな。まあ多分ハムスターと同じぐらいだろうな。2、3年ぐらいだろうな。セミは3年ぐらい生きて、いくらいだっけ。セミって確か8年ぐらい生きるんだっけ。地中の中で8年ぐらい過ごすんだったかな。7年ぐらい過ごすんだ。あとは、あれか、アリ地獄。アリ地獄の薄葉かげろうが短命だって聞くけど、短命でも、あれだよね。アリ地獄の状態でどれぐらい生きるかわからへんからな。かげろう、いわゆるあれだよね。セミと同じで。成虫になると大体7日ぐらいで死ぬんだよ。成虫になったら7日ぐらいで死ぬんだよ。あ、これ豆知識なんですけど、あの、カゲロウ系の、昆虫は、あれ、物食べないんですよ。あれ、あの、成虫になってからね、物食べないんですよ。なんでかっていうと、7日ぐらいしか生きれないから、生きれる時間がね、短いんで、物を食べてる暇がないんで、もうそれを食うよか、相手を探すことの方が優先した方がいいということで、まあ、そう進化したんだろうね。もう物を食べない。成虫になったらもう3日間ぐらいで死ぬんだよ。3日4日で死ぬんだけど、物を食べないで過ごす。話です。そう聞きました。昔アリ地獄飼ってたことあるけど、あれ、アリ地獄もあんまりあれだよね。餌食べないね。アリ地獄も本当にほとんど餌食べなくても生きれるもんな、あれ。ほとんど動かないんで、エネルギー消耗しないんですよ。アリ地獄。エネルギー消耗しないから、結構長い時間食べないで生きれる。カマキリ君また動かなくなったぞ。
なんかあれだな。なんか小バエがいるな。小バエ最近あれだな。デュビアのケージからなんか湧いてる気がするんだけど。小バエちゃんが。小バエちゃん多分デュビアのケージから湧いてるな。さては。もう交尾強制終了でいい。いや、それダメだろ。交尾強制終了したらお前あれだろ。有精卵になってるかどうかもわからない。それはダメです。あと4時間、5時間ぐらいはちょっと、あと4、5時間はちょっと我慢しましょう。もうあと4、5時間経ったら俺寝なきゃいけないが。寝なきゃいけないから、あと頑張っても、あと6時間ぐらいが限界だな、さすがに。寝るぞ、俺。さすがに寝させてもらう。6時間以内でお願いします。あと6時間以内で交尾を終わらせてください。お願いします。俺腹減ったから飯食いたいんだけど。飯食いたいんだけど、サンマ焼きたいんだけど、サンマ。サンマを焼きたいんだけど、そこら辺あれなんだけど。怖いんだけど、そこら辺通るの怖いんだけど、サンマ焼きたいんだけど、フライパンでサンマ焼きたいんだけど、キッズ、この耐久時間キッズ、地味にきつい。交尾、耐久、お？あ？あ、話した、あれ？あ！交尾終わったぞ、おい。離れた、離れた。お？あ、離れてる。え、いつ離れた？今離れたんかな？離れた、離れた、終わった。あれ、ケツ離したぞ、おい。ケツ離したぞ、お前ら、おい。さて、こっからですよ。重要なのはこっからですからね。どうやってこのオスは逃げるか。ここが見物なんですよ。噂によると、ぴょんって跳ねて逃げるらしい。うまく、食われることを回避するらしいという、話ですが、これは、どうだ？ちょっと見づらい角度が、微妙なあたりにいる。もう交尾終わりましたね。2時間半ぐらいかかったな。交尾終わりましたけど、どうします？
ははははは2時間半にしてようやく終わったわ。ふぅ、助かった。その見にくいとこきついな。ちょっともうちょっと見やすいとこに行ってくんねえかな。食われるのか？それとも逃げるのか？メスの逆襲始まる。どうなるんでしょうか？いや、今のところメスは気づいていませんね。全く気づいておりません。まあ、食われたら食われたでそれはあれですけど、仕方ない、自然の摂理だから。自然の摂理には逆らわん。
2匹とも微動だにしない。微動だにしないぞ。どうなる？何かアクションが起こるのか？何かアクションが起こるのか？起きそうで起きない。またこれでまたあれかな。また硬直するんちゃうかこれ。また硬直タイム始まりましたかね。腹減ったんだけど、腹減ったんだけども、これはまた硬直タイムか。また硬直タイム始まったか。きちい、これは。これはきちい。これはきちいぞ。過ぎていく、この吉さ。
あ、なんだ、え、なになに、お、お、お、なんだ、お、お、おっと、パソコンに、パソコンのモニターを登り始めた。今、ケツがビュンビュンって上に行った気がするんだけど。ちょっと腹部があれですね。わーっと、カメラが、潜入できないところまで来た。パソコンのモニターの裏側を登り始める。そしてオスは離れない。非常に見づらいです。モニターの裏側に登り始めました。まさか俺モニターに卵を産むのとかやめてよね。モニターのさ、にさ、卵を産むのやめてよ。すごい。マジでモニターに卵を産むんだけはやめてくれ。あ、落ちた。オスが落下。これはわざと落下したのでしょう、多分。オスが落下しました。生存です。生存ルート。オス生存ルート。あれ、メスどこ行った？メスはいますね。オス生存ルートということで、はい、終わりです。オス生存ルート。明らかにね、ここに落ちて、無関心です。メスはもう知らん顔です。そのまま、登ってます。ね。ということで、ね。はい、めでたく、子供を授かった。ね。子供を授かりし者。子供を授かりし者になりました。ね、オスもね、頑張りました。はい。オスです。オス転落死。転落死じゃないな。これわざと転落したの。間違いない。メスが何かに登ってる時にわざと転落したんですよ。これは間違いありません。ということで、結果、ね。メスはね、オスを食べませんでした。ということで、おそらく、ね、長年言われていた、疑問、交尾し終わった後にオスは食べられてしまうのかという、長年俺がね、31年間ぐらい悩み続けていた疑問が一つ解決。しました。オスは食べられません。生き残る生存ルートです。パチ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 。めでたい。で、この後オスはどれくらい生きるのかは知りません。オスどんぐらい生きるんだろうな、この後。多分寿命は短くなったはずなんです、おそらく、もうじき死ぬんではないかと思います。あと数日で死んだりするんじゃないの？もしかしたらワンチャンで。その可能性あります。お、飛ぶか？おー。元気。オスくん元気いっぱい。ポケモンのね。まあいいや。元気いっぱいだ。元気いっぱいアンパンマン。ということで、動画終わりね、これで。終わり、終了。終了です。めでたし、めでたし。ということで、引き続きね、こちらは飼育することにしました。引き続き、オスも、オスをね、飼育していく形になります。あー、腹減った。さて飯食おうっと。飯を食べましょう。
飯を食べましょう。オスとメスは、経過を観察しましょう。カマキリ、ね、無事身を身ごもったということで、無事身ごもったということで、まあ、もうじき多分卵を産むでしょう。卵を産むでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。